ジャック・ガース・マルーフは、アメリカ合衆国カリフォルニア州、サンバーナディの軍レッドランズ出身の元プロ、野球選手、コーチ。ラバーン大学では、アメリカンフットボールのワイドレシーバーと野球の外野手として活躍し、大学卒業後の1971年に、ミネソタツインズへ入団。同級団を振り出しに、新シシナティレッツ、サンディーゴ・パドレス参加のマイナーリーグでプレーをした後、 1979年に西武ライオンズへ入団。西武初の外国人選手として、トニー・ミューサーと共に来日し、クラウチングスタイルの打撃フォームは、ピートローズそっくりと評判であった。4月7日の開幕カード、近鉄戦で、一番、中堅守として、先発で、初出場。新生、西武ライオンズの船出となる、この試合の一回表にいきなり、 鈴木刑事から、偶然安打を放ち、安打は、当然、マルーフ自身の来日後初安打であったが、同時に、西部球団史上最初の安打でもあった。同16日の日本ハム戦で5回裏に、杉山智孝から敵地打を放ち、初打点を記録。5月9日の南海戦で3回表に、森口増光から、初ソロ本塁打を放ち、この試合は、 初本塁打を含む4打数4安打と打ちまくった。同16日の日本ハム戦では3安打3打点、3盗塁と大暴れし、その後も主にトップバッターとしてシーズン終了までチームを牽引し続けた。俊足のアベレージヒッターという全評判通り、開幕から8試合連続で安打を放つなど146安打、打率、290の成績を残し、 盗塁も18個を記録。打率290は同年の西部の規定打席到達選手の中で最も高かったが同年をもって現役を引退。帰国後はリノシルバーソックス、リノパドレス、ビューモントゴールデンゲーターズ、スポケーンインディアンスとフルスパドレス参加のマイナーリーグで監督を歴任。スポケーン監督退任後は パドレス参加マイナーリーグ打撃インストラクター、パドレスコーチを務めた。対談後は、フロリダ・マーリンズで、マイナーリーグ打撃コーディネーター、打撃コーチを務め、マーリンズ対談後は、マートルビーチペリカンズ打撃コーチブレイブス参加、マイナーリーグ打撃コーディネーター、ロイヤルズ参加マイナーリーグ、打撃コーディネーター兼プレイヤー開発特別、アシスタント打撃コーチを務めた。 ありがとうございます。